この感じ。そうだったんだ。ありがとう。二人のおかげだよ。あなたの覚悟はとても尊いけれど、でも残される人の悲しみを知ってあげて。お母さんが待ってるよ。悩んでるの？どうする？どの魂に触れる？思ったより簡単でしたね。どのくらいの規模で爆発するのか楽しみですわ。ねえ、なんかすごく嫌な予感がするんだけど。あの博士なら何してもおかしくないしな。ちょっとだけ様子見に行ってみない？いや、ここで何してんだ？あ、ちょうどよかった。シャトット博士ってどこにいるの？博士だったら海底神殿に用事があるからって自分で作った薬を飲んで海に入ってったけど。海底神殿に？前は海に潜るのなんか楽しくないって言ってたのに、おおほほほほってやけに楽しそうだったっす。結局来ちゃったわけですが。わあ、あよお、あの時の大人ではないか。ちょうど良いところに。いや、アチョー、お前もおるのか。お、なんだ。ジュワー、とても変な気持ちなのじゃ。とにかくお前はあまり近寄らないでくれ。お、おお。確かレン、レンと言ったかの？ちょっと聞いてたもれ。な、何？あじょ、あじょ、ギギギギー。うむ、今わらわは逃げておるのじゃ。え、何から？なんで？それが、さっぱりわからん。何か、おおほほほほほと笑う人間が来て、突然わらわを殺そうとしてな。やっと、とんびりどもがな、おとなしくなってきて、アチョたちもな、静かにな、暮らせそうになっても、わらわもな、わらわもな、やっとな、なのに、なんで人間はわらわをいじめるのじゃ。ちょっと落ち着いて。
も 100% そうだろうな。人間だって大丈夫。あのね、ラーンがその人間をやっつけてくれるらしいからね、泣き止んで。マジで？はいよ。ラーンがおお、任せとけ。あっちゃー、難しいのよ。でもよ姉ちゃん、シャントット博士を倒すなんて絶対無理だと思うんだけど。約束しちゃったじゃない。まあ私も無理だと思うけど、まずは会って話をしてみましょう。だな。なら有効に使わせてもらいました。なんならまた取ってきてくれてもいいですわよ。やはり呪いは世界を救う鍵と言ってもいいですわね。呪いは世界を救う鍵と言ってもいいですわね。私をやっつけてくださるんですってね。
なんでイカからそんな話を聞けるんだよ。私を誰だとお思いですの？この私に不可能はございませんわ。あそんなことより恩をあだで返すような子供にはそれ相応の仕置きをせねばなりませんわね。いや待って。行きますわよ。マジで？さあラン行きなさい。なんで姉ちゃん一言なの？実力で私をやっつけようだなんてちゃんちゃらおかしいですわ。ちょっと待ってください。シャントット博士、ラーも反省してますので。え？ああ。